放送席、放送席、そしてご来場のマリーンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはダノ3人にお越しいただきました。まずは4安打猛打賞2打点の活躍、荻野貴司選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。それにしましても今日は4打数4安打当たりに当たりましたね。そうですね、まあしっかり思い切って、バット振っていこうと思った結果が、いい結果に結びついたと思います。特に1点を追いかける形だった初回のあの最初の打席、まあ、俊足を生かしてツーベースをもぎ取ったというようなあの当たりだったんですけども、まずあれが生きたんじゃないですか。そうですね、本当に、どうかなという感じで行ったんですけども、まあ、思い切っていけてよかったです。6回にはタイムリー、あそこも追い込まれてからうまく打っていきましたね。そうですね、まあ、なんとか、バットに当てようと思って、はい、食らいついていきました。今日は4安打猛打賞ということなんですが、この猛打賞というのは荻野さんにとりましては8月22日以来ですね、およそ1ヶ月ぶり3度目ということになるんですけども、これ終盤に向けてまた乗っていけるんじゃないですか。そうですね、また明日も、いいイメージでいけると思います。はい、では明日以降に向けての意気込みも踏まえましてメッセージをお願いいたします。そうですね、負けられない戦いが続くので、明日からも応援よろしくお願いします。今後の活躍も期待しています。ありがとうございます、頑張ります。まずは4安打猛打賞荻野選手でした。それでは入れ替わっていただけますか。続きまして初回見事な勝ち越しの一打を吹きます、2安打2打点の活躍、ルイス・クルーズ選手です。ナイスバッティングです。ありがとうございます。まずは早速あの初回のバッティングなんですけれども、同点に追いついてなおもチャンスで打席が回ってきました。あの一打というのは振り返っていかがでしょうか。Sí, me siento contento de que me tocó la oportunidad y fueron unos juegos difíciles contra Fukuoka, pero de aquí en adelante vamos a meternos a los playoffs. そうですね、あの調子は良かったんですけれども、チャンスで回ってきてそれで打点を上げまして良かったですし、やっぱ福岡でちょっとなかなかいい仕事ができなかったので、まあ、今日を機に、プレーオフ目指して頑張っていきたいと思います。今日はまた8回にもタイムリーが出まして、そしてあの伺ったところによりますと今日はお父様が観戦に訪れているということだったんですけれども、その前でいい活躍できましたね。Sí, me siento muy contento de que está aquí y poder hacer que se sienta orgulloso y muy feliz y quiero mandar un saludo a toda mi familia en México y a toda la gente que me apoya aquí en Chivas. Gracias.やっぱお父さんの前で活躍できて嬉しいですし、メキシコにいる自分の家族のためにも活躍できて本当に良かったですし、本当に今日はありがとうございました。あのクルーズ選手のお父様といいますと、かつてメキシカンリーグでご活躍された選手だったということだったんですけども、その影響というのもどうでしょう、クルーズさんにとっては大きなものがあるんですか。Sí, yo creo que todo lo que se me lo enseñó él y estoy muy agradecido de que me haya enseñado el juego del béisbol, lo bonito que es yいい、とても嬉しい、よく思う。本当僕がここにいるのはお父さんのおかげと思ってますし、小さい時からお父さんにいろいろ教えてもらってるんで、本当にいつもありがとう、愛してるって言いたいです。ファンの皆さんとしても今は4番に座ってらっしゃいますクルーズさんにかかる期待というのも大きいと思いますが、明日以降の意気込みも踏まえましてメッセージをお願いいたします。también yo creo que estamos listos y esperamos hacer un buen trabajo y ganar esta serie。今分かるのはやっぱりこのシリーズを絶対勝ち越すということなので、この3連戦頑張っていきたいと思います。それではですね、最後にですね、まあ、お父さんも今日は観戦にいらっしゃるということなんですけども、その前でですね、いつものやつで締めていただきたいと思うんですが、私がロッテがと振りますので、皆さんと一緒にクルーズと返していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。ロッテがクルーズ。ありがとうございました。そして最後にご登場いただきます、見事な貴重なタイムリースリーベースヒット、キャプテン鈴木大地選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。いや、それにしましても今日は終わってみれば快勝という形でできましたね。まあ、福岡で、ね、ピッチャーが頑張っていたんですけど、ちょっと野手が足引っ張っちゃったんで、今日はこういう試合ができてよかったです。まあ、今日の試合では特に1点差に詰め寄られる中迎えたあの6回の打席だったんですけども、チャンスでの打席、あそこはどんな意識で打席に当たったんですか。もうみんながつないでくれたんで、
とにかく思い切り振ろうという強い気持ちでいきました。はい、結果右中間破りまして本当に本塁まで帰ってくるんじゃないかというような走塁も見せましたけれども、あの一打いかがでしたか。いや逆になんでホームまで帰ってこなかったんだってみんなに言われたんでちょっと恥ずかしかったですけど、僕なりに一生懸命走ったんで、はい、もう今日はもうゆっくり休みます。ただ鈴木さん、今日はチームとしてはですね、4月26日以来というのがありますが、2桁得点となりました。これもこの大事な局面でいい形の勝利になったんじゃないですか。まあすごく明日に取っておきたいくらいだったんで、はい、でもまた明日頑張ります。はい、とはいえ今日はですね、あの相手も今シーズン4連敗と一つも勝てていなかった、まあ、相性悪かった相手を攻略してこの大事な初戦も取りましたので、明日以降もいい形で入っていけると思います。そうですね、もう相手どうこうじゃないんで、もう上を目指していくしかないんで、一戦一戦全員で楽しくやっていきたいと思います。それではですね、今日もですね、まあ、シルバーウィークということで本当に多くのファンの皆さん応援に駆けつけてくださっていますので、最後にまたいつものやつですね、コール&レスポンスでマイクを渡しますので、締めていただければと思います。よろしいでしょうか。ではお願いします。いきます。熱く、ありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーローダノ3人でした。という三者三様のインタビューをお聞きいただきました。まあ、クルーズお父さんが今日観戦に来てたんですね。燃えますよね、ルイス・アルフォンソ・クルーズ・ボルボンさん、メキシカンリーグでは1671試合2割9分7厘、ホームラン210本という名外野手だったんですが、そのお父さんがやっぱり見に来てたら、それだけの選手が見に来てたら、まあ、それは下手なプレー、いやできないですよ。できないですね、怒られてしまいますですよね、はい。まあ、これからどういつまでいいのか、ちょっと こちらお父さんですね、お父さんも最後までいた方がいいんじゃないですか。ですよね、最後にいてちょっと守備も含めて、はい、監視をした方がいいかもしれませんね、はい。まあでも今日は打線が爆発をして、それこそ明日に取っておきたいというよりは昨日一昨日に分けてあげたいというぐらいの今日はゲームになりました。それができればね、苦労しないんでしょうけどね。まあ、ですよね、はい。10対4で今日は千葉ロッテマリンズが東北楽天ゴールデンイーグルスを下しました。